皆さんこんにちは、コスケです。秋から冬にかけてワークマンにはね、何度も何度も足を運びましたが、どうしてもね、欲しかったけど手に入れられなかった商品というのがいくつかあります。ワークマンってね、本当コスパの高い商品が多くてデメリットは少ないんですが、唯一ね、大きなデメリットがあるとすれば、欲しいものがなかなか買えないという点だと思うんですよね。今回はね、今シーズン欲しかったけど買えなかったものを5つ紹介したいと思います。来年こそ欲しいなという思いがあるので、動画にねしておこうかなということですね。まず一つ目なんですが、 4D っていうんですかね、 4D っていうんですかね、 4D ウォームパンツストレッチ2900円。これがねすごく欲しかったんですが、北海道のワークマン結構回りましたがありませんでした。一人一点限りというなかなか人気の商品らしいんですが、見ての通りオンラインストアの在庫は全て終了し、再入荷の予定はございませんということです。立体構造で伸縮率が 130% となっていて、日本人の体に合うような作りになっているので非常に動きやすいというのがポイントらしいです。しかもね、裏面がフリースになっていて暖かいということと、なんといってもね、防風性能が高いということなんです。北海道の場合ね、冷たい風が、入ってくると非常に寒いので、これでね、冷気をしっかり遮断すればかなりあったかいんじゃないかなと思って欲しかったんですが、北海道のね、あちこちの店舗回りましたが欲しい色が見つからず、まあ、色もサイズもなかったですね。見つからずにね、買うことができませんでした。そしてね、欲しかったけど買えなかったものの2つ目がこれです。ウォームシールドパウダーフリースのジップタイプですね。すでにね、動画にもしているようにこれのね、ハイネックタイプは持ってるんです。で、持っていてこれがね、なかなか良かったのでハーフジップのタイプが欲しかったんですが、どこにも売ってないですね。見ての通りオンラインストアの在庫は全て終わって再入荷の予定もないということなので、買えるのはおそらく来年かなという感じです。これのいいところはね、かなり厚手の生地だということと、裏側がね、非常にすべすべしたベロアのような素材になっていて、重ね着なんかもね、結構しやすいんですよね。そしてね、細身の体型に、細身の形に作られていますから、この上に何か羽織っても、ゴワゴワになるようなこともなくて、なかなか使い勝手のいい服だなと思っています。しかもね、価格が1500円と非常に安いんですよね。厚手で、すべすべしたあったかい服の割には1500円とかなり安い価格なので、ぜひね、これのハーフジップは欲しかったです。特にね、僕はグレーが欲しかったんですが、まあ、グレーどころかどの色もどの店舗にも売ってませんでしたね。今年の冬に着たかったんですが、すごく残念です。そしてね、次3つ目なんですが、3つ目はウィンドシールドボルカというね、これインナーなのかな、薄手のインナーっぽい服ですね。価格は1280円です。手元にないんでね、どんなものか分かりませんが、火山岩を練り込んだ発熱加工糸を使っているというのがポイントみたいです。そしてね、ウィンドシールドシリーズという名前がついているぐらいですから、おそらく風も防いでくれるんじゃないかなと思います。風を防いでくれる発熱する薄手のインナーであれば非常にいいですよね。首元がね、ハイネックになっているのもポイントで、まあ、これね、ハイネック以外にもいくつか種類はあるんですが、僕はこのハイネックタイプがすごく欲しかったです。普通の丸首と V ネックタイプもあるんですよね。しかもね、これストレッチもするということで動きやすそうなんですが、まあ、一応ね、カタログにはインナーのところには記載されてませんね。カジュアルウェアというところに記載されていて、インナーではないのかもしれませんが、まあ、薄手なんでね、インナーとしても使えるかなと思います。価格はインナーだとすれば1280円は少々高いような気もしますが、それでもね、暖かければいいなと思って買いたかったんですがね、どこの店舗に行ってもこれは売り切れでした。まだね、秋のそんなに寒くない時期にはあったんですが、寒くなってから行くとね、一個も全部売れて一つも見かけませんでしたね。いやー、これ欲しかったですね。もちろんオンラインストアも売り切れなので、また来年買いたいと思います。そしてね、次に欲しかったもの4つ目なんですが、これはね、家のルームシューズとして使うのに
いいなと思ったスキルインナーソックス980円という商品ですね。これはね、見るからに暖かそうですよね。そしてね、糖質性素材が使われているということで、あまり蒸れないようになっているということですから、なかなか良さそうな気がします。そして当然なんですが、保温性に優れていて、防風性にもね優れてるみたいなんで、まあ家の中でね、あんまり防風性能はいらないかもしれませんが、外の冷たい風をある程度防いでくれるということであればありがたいです。やっぱりね、家用のルームシューズって暖かいことはもちろんなんですが、蒸れないというのもすごく大事だと思うので、これもなかなかいいかなと思って欲しかった商品。ただ僕が回った店舗はどこに行ってもなかったですね。オンラインストアであれば一応 L サイズだけ在庫はあるんですが、一応ね、やっぱり物を見てから決めたいんですよね。素材によっては蒸れないと書いてあっても蒸れそうだったり、保温性が高いと言っても実はそんなにね、あったかくなかったりもしますから、オンラインで買うとなるとちょっとハードルが高いかなという感じがします。店舗でこれは実際に見て買うかどうか決めたいので、来年店舗に並んだらその時考えたいと思います。そしてね、最後の1個買えなかったものの5つ目なんですが、ストームシールドウォーム撥水ジャケット2900円という商品です。これね、今探してみるとオンラインストアになかったのでカタログの写真になってしまいますが、限定生産ということでね、数がある程度限りがあったのかなという気がします。10月頃だったと思いますが、一度だけね、これ店舗で見たことがあったんですよ。でその時は僕アルティメットフーデッドパーカーが欲しくて探していたので、これはねとりあえずいいかなと思ったんですが、いざねこれも欲しいなと思ってみるともうどこにも売ってませんでしたね。特徴はね、撥水性能があるということとストレッチ性があるということですね。そして軽量でストームシールドというぐらいですから、防風性能も高いようです。見た目もね結構かっこいいというか、アウトドアとかね、スポーツ観戦とかそういうのには普通に使えそうなものですし、中綿も 120g と結構なボリューム感があるぐらいは入ってるみたいなので、暖かいかなと思って欲しかったんですが、残念ながらもう買うことはできなさそうです。以上がね、欲しかったけど買えなかったもの5つです。まあ5つとは言ったんですが、実はねこれ以外にもちょこちょこ気になるものはあったんですよね。例えばね、これコーデュラユーロウォームパンツという限定生産のズボンなんですが、まあ価格がね3900円とちょっと高めなので、迷っていたらなくなってしまいましたね。裏地はフリースなので肌触りが良くて暖かいということですし、ポケットもねかなりたくさんついていて便利そうです。まあちょっとね作業服感があるかなという感じはしますが、アウトドアなんかではね、この収納力の高さと丈夫さ、コーデュラというね非常に丈夫な生地が使ってあるらしくて、この丈夫さっていうのは活躍するんじゃないかなと思います。これね、来年あったら買うかもしれませんね。そしてもう一つ気になっていたのが、今のコーデュラユーロウォームパンツとセットの、上ですね、服の方なんですけど、これです。ユーロウォームジャケットというものなんですが、これもねなかなかデザインがおしゃれでいいかなと、欲しいなと思っていたんですが、近所のワークマンにはねイエローしかなかったんですよね。できたらチャコールかネイビー、まあ、最悪でもレッドが欲しかったんで、まあ、ちょっとイエローしかないということで買うのを見送ったんですが、これもねなかなか良さそうですよね。防風機能がついていて耐摩耗にも非常に強いと、でさらにねストレッチもするみたいですし、動きやすい作りになっているみたいなので、まあ、2900円という価格ではありますが、なかなかね使えるアイテムかなというふうに思います。この手のね丈夫な服なんかはやっぱりアウトドアでねすごく活躍すると思うんですよね。僕ね登山もねまあたまになんですけどしますし、まあ割とねキャンプなんかはあんまりしないですが、観光でねあちこち行ったり自然の中を多少歩いたりもしますんで、こういう服がねあるとありがたいかなと思っています。もうオンラインストアにも売ってませんので、またね来年機会があったら買いたいと思っています。というわけで、この冬欲しかった防寒アイテム5つと、それとね、まあ冬に限らず使えそうなもの2つを紹介してみました。
これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しいものや綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。